先生もともとは本はどうなんですか。僕はあれですね、はい、トイックのやつですね。もともと別のがあったんですけど、はい、そこはボツになって、うん、結局トイックのやつからデビューして、はい、トイックでかなり長いことやっていくって感じですね。あ、そうですか。もうそこから見て先生のそのトイック、例えばトイックの先生の本たくさんあるじゃないですか、はい、そこから見た時のこう受験の英語、はい、に何かこうフィードバックできるものって、まあ、全然違うトイックとはって感じなのか。あ、いや、いっぱいあると思いますね、うん、あの授業でもそうですけど、こっちの、あ、こっちの点ですね、受験の方で当たり前とされていることと、うん、トイックの方で教えるときに当たり前とされていることがかなり被らないんですよ。被らない、うん、被らないものがたくさんあって、うん、いや、それぞれお互いのいいとこを使っていけば、うん、いっぱいあるのにっていうのに、なるほど、ね、相当気がつきました、やってて。まあ、だからブログの あのこのアドレスがトイック受験になってる、そういう意味なんですけど、はいはい、トイックの受験ではなく、うん、トイックと受験英語、あ、なるほど、そういう両方を表してるんですけど、あれは。そういうことらしいですそうなんですよ僕はトイック受験って今ちょっと思ってたいや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 なんで、もしそのいわゆる結構あります、大学受験で当たり前のに使われてるなんかテクニックだったりとかやり方、うん、やり口をトイックの方で言うと、うんうん、へーみたいに思われることが多いですし、逆もしかりです。トイックで当たり前の単語でも、この受験業界では全然当たり前になってないものってたくさんあるので、うん、その辺の切り口はまあ面白いといえば面白いですね、うん、使う教える時にですね。なるほど。結構あの教材の訳とか読んでても、うん、ああトイックで当たり前なのに、この受験ではやっぱ当たり前じゃないから分かってないんだなっていうのが結構いっぱいある。なるほどなるほどなるほど。なぜこう訳したかと、そうですね、なぜこうしちゃったのかと、そうですね、やっぱああ知らないんだなとかっていうのは結構ありますね、うんうん、あ、そうですか、はい、でも先生が今後ですよ、はい、あの、まあ、40代とかになって50代とかになってこう目指していく講師像というか、これを俺はやりたいみたいな、もう完全逆インタビューで、逆インタビューになって、興味あるんで聞いちゃったりして、さすが予備校講師すいませんすいません、話がうまいっすいや、どうなっていくんでしょうね。やっぱり今のこの段階だと、いや、もうさっきも言ったように最後だと思ってるんですよ、成川先生が最後だと僕本当にいろんなところで言ってるんですけど、はい、最後の今のこの予備校のスターだと思ってて、もう多分違う路線にきっと予備校は切り替えていかなきゃいけないと思うんで、うん、そこで行くためにはやっぱ何か別の武器を持っとかなきゃいけないなっていうのがあるんで、そこを目指してますね。まあ、ある意味 YouTube もこの、うん、その実験のうちの一つっていう感じだと思うんですけど、うん、でもそうですよね、今本当に英語って言っても多岐にわたってて、そうですね、もうちょっとあれしたらついてこれなくなるぐらいに、さまざまな外部試験とか、ね、何か判断方法とか、これ入試も2020になると大学入試センターなくなって変わるって言われてますけど、それもなんか定まってるようで定まってないというか、もうフラ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 、なんか もっと言ったらセンターにまた戻っちゃいそうなんかぐらいにでもうダメなんじゃねえかこれっていうぐらいのね戻り方してますけど、どうなんですか、これからも入試変わってったら、その中で僕はそのなんていうかね、世の中でいろんなものが、まあ、それは入試じゃなくても変わるじゃないですか、はい、ただ変わるんだけれども、ものには必ず変わらないところがあるはずで、なんかそこをすごく太い自分の幹にしていきたいな。だから時代が変わっても変わらないものはあるよねと。別に英語を読んだり書いたりすることが変わるわけじゃないし、母語話者がいることも変わらないし、っていうことをなんかいつもどっかに置いとかないと、なんかあっちフラフラこっちフラフラで、うん、あの人何っていう、なるほど、はあはあはあ、なりそうな気がするんですよね、はあはあはあ、それ怖いんですよね、すごく。なるほど、はあ、うん、だから今もなんかすごく外部試験でいろんなものをこう、はあ、僕も立場的にやってますけど、でもそのやっぱ前提は英語であって、うん、なんかあんまそこにこう踊らされていってしまうと なんか見失っちゃうかなっていう。なるほどなるほど。どうですか、他の先生たちなんかどうしようみたいになってたりするんですか。いや、それはあ、だから僕よりも上の年代の先生ってもう腰座ってると思うんですよ、はいはいね、この受験で行こうっていうふうに、僕ぐらいのところから下が先生とかですよね、はい、ぐらいのところがやっぱ一番いろいろ迷うとこなんじゃないかなっていう。そうですよね、どうなっていくのか。僕とかちょっとギリギリなんですよ、なんか受験に片足突っ込んでもいい気もするし、はいはい、いろいろやりたいところもあるしっていう、すごく難しい立ち位置なんですけ ど, ど, ど
そうですね、僕は一体どうするんでしょうね。いやでも先生もちゃんと幹があるんじゃないですか、その英語を根本的にやっぱりお出来になるっていう、点数にしても何にしても頑張りますと、いやもう得点見てれば料理より証拠じゃないかっていう。ね、こうやってやっていく、まあどうなるか全然わかんないですからね、このやっぱり上はどかないじゃないですか、あどうだったんですか、上がっていくときに上詰まってたんですか、今も完全に詰まってる状態ですけど、うん、でも90年代の終わりもやっぱカリスマたちがこうバッといったわけじゃないですか、はい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 、そこ入っていくときってどうだったんですか、やっぱ大変でした、大変でした、あやっぱりそうなんですね、うん、やっぱ2000年の初めでもそうなんです、ね、大変です大変です、もう例えば本当に自分の授業の生徒と、うん、そのカリスマって言われてる先生の授業がもう1対10とか、うん、そういうな、うん、同じ名前の授業なのに、うん、どうしてこんな差が出るのっていうことも初期の頃は経験しましたよ、やっぱり、うん、でもそこでなんか根拠のない自信っていう勘違いですね、はあはあ、この勘違いで今日まで来てるっていう、もういけるなんとかなる、なんとかなるってことですね、うん、ちゃんと生徒と真摯に付き合っていけば絶対なんとかなるっていう、なんかその根拠のない自信だけがあって、はあ、今日まで来てるんですよ、うん、どっち高校生側とこの浪人生があるじゃないですか、はいはい、どっちからこう火がついていった感じですか、どっちだったんでしょうかね。いや全然わかんないですね、あんまり自分の中でも感覚はないですけどね、そうなんですね、うん、ただやっぱり浪人の授業って横にそれこそカリスマ講師が並んでいく中で、あそう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 、戦いじゃないですか、じゃないですか、はい、僕の英語と横の先生の英語はどうなんだっていうシチュエーションが出ますよね、そうですね、そうなりますね、はい、でもその中で磨かれた気がしますね、あなるほど、あこういうふうにやったらやっぱり生徒ついてこないんだなとか話聞いてこないんだなとかいうのありますよね、やっぱそうなんですね、うん、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.